はい、皆さんこんにちは。ランタンチャンネルのタダです。笛吹きマラソンですね、ハーフマラソンスタートします。高低差が何百メートル、100、200ぐらいらしいです。多少のアップダウンがあるレースになるんですけど、とりあえず参加者としては結構な数がいます。久々の高低差のあるレースと、あとは日本のまともなハーフマラソン参加するので、ぜひ頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。頑張るぞまもなく始まります。笛吹市桃の里マラソン、実況は私タナーが行っていきます。まもなくスタートです。スタートしました。最初はですね、こちらのハーフマラソン学生メンバーがいます。山梨学院大学と、国学院大学の2校がですね参加しているんですね。でこの2校なんですが、後で話を聞いたらですね、山梨学院の方は、下のグループのメンバーが来ているそうです。国学院のメンバーにはちょっと話が聞けなかったのでちょっとわからないですが、山梨学院のメンバーはそれほど強くないメンバーが来ているというふうに、言っていました。ということなので、レーススタートしてすぐですね、僕はレースをするとき2つ決めてることがあるんですけど、1つはですね、面白いことをすること、自分がやっぱりこう気持ちが上がる方にやっぱり向いてレースを進めていくっていうのを基本的にやるようにしています。なのでやっぱり、ね、学生と走れるってそうない機会ですから、ね、ここはやっぱり、まあ、変な話ね、やっつけに行きたいわけですよ。ということで最初の入りがですね、まあ、それほどネガティブになるような速さではなかったので、まあ確かに今見ているように奥に走っていってる先頭グループはねそこそこ速かったので、まあ、ついていくことはできなかったんですが、手前にいるね選手たちには余裕でついていくことができたので、あ、ここにつこうと、まずリズムの中で一つ決めることにしました。結果ですね、その中で入っていってるわけなんですが、もう大体こう二分されてますよね、この段階で。なので、それぞれのですね、その山梨学院の周りにいるメンバーの体つき等々を見てもですね、まだあんまり体ができていないなと、まあ、絞りきれてない選手もいたものを含めて、それほど力がある選手ではないかなと思ったので、ついていくことにしたわけですね。はい、ここでカーブですね。で、後ろをさっきちらっと見てですね、後方との、チェックをしたわけですが、やっぱりですね、学生メンバーは基本的にゲスト扱いなので、勝負する対象者では基本ないんですね。でこれってどういうことかっていうと、こうもう学生のメンバーたちにくっついていって前に走っていくことで、要は後ろの選手たちと穴を開けてですね、出し抜いて、先行逃げ切りを図ろうとしているわけなんですね。でレースのこの全体のコースの配分から言うとですね、前半はほぼ下りなんですね。ここ今走ってるんですけど、やや下りなんです。だからスピードが乗りやすくてですね、タイムが出やすいポイントでもあるんですよ。なので、こことしっかりとですね、リズムを乗せること、あと、ペースをしっかりつかむこと、彼らの速いリズムに乗ってですね、後続を引き離して、もう追えないところまでね、持っていこうっていうのが、戦略としてありました。ただ中盤にですね、坂が待っている、上りが待って、あ、もうちょっと1キロですかね、間もなく1キロになりそうです。はい、もうちょっとですね、中盤ですね、坂が控えて上り下りが激しいコースになってくるんですね。なので前半でやっぱり力を使いすぎると後半に影響が確かに出てくるわけなんですが、そこはですね、もう変な話お構いなく言ってます。はい、今1キロですね。はい、通過3分8秒です。なかなかのペースですね。集団走しているとですね、普段一人で走っているとなかなか速く感じるんですが、やっぱりこう引き連れてね走ってもらってる時ってやっぱり楽ですよね。でこのままですね、彼らのリズムを借りてそのまま走っていこうと思うんですが、おそらくもう先頭のランナーの子たちは3分ペースにほど近いところで乗ってってるんでしょうね。いいですね。やっぱり箱根駅で目指すランナーで1キロ3分走れないとやっぱり勝負になりませんからね。
今周りにいる彼ら、3分8秒という入りですが、まあ、多分おそらくですけど、このラインの選手だと、平均してもですね3分12秒とか、15秒の間で落ち着くのが、まあ、精一杯だと思われるので、このままですね、ついていくことにしているわけなんですね。で実際にこの後の流れも特に変わらずですね、比較的安定したペース配分で走れてたんですが、この隊列が崩れなかったら一番良かったんですけどね、この後ちょっと残念でしたね。はい。で、まあ、しばらくはですね、このままペースの、感覚は特に変わることなく、特に変化も大きくないんですが、周りの、この前にいる山梨学院の子たちの、まあ、ちょっとですね、フォーム的な評価を少しなんとなくしてみましょうかね。前に、走ってる左の子ですね、左の子なんですけど、なんて言うんですかね、なんかこう肩甲骨がうまく使えないというか、腕振りがちょっとこううまく走りに結びついてない感じがしますよね。で真ん中の子なんかはもう体がちょっとこう横に流れてますよね、明らかに。まあ、ちょっとこう腕振りじゃなくて肩振ってる感じで、ちょっとこれリズムが遅れる原因なんであんまりよろしくないですよね。で、その後ろに今来た子ですね、この子はですね、設置時間が長いですね。もう少しリズムよく走れた方がいいんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、まあ、やっぱりですね、ここのラインで走れる選手っていうのは、まあ、やっぱり何かしら課題を持っている、選手たちなんでしょう。ということで、もうちょっとしたら1キロに差し掛かりそうですね。個人的にはここの段階では何も変化が特にありません。変化がなくですね、まあ、彼らの、ペース配分に勝手にくっついていくだけっていう流れですね。ただですね、この、風なんとなく聞いてもらったら分かるんですけど、向かい風がなかなかいい感じであるんですよ。だから先頭引っ張るなかなかこれはきついです。で奥にいる、1人ポツンと走ってる子がいるんですけど、彼1人で走ってるんでかなりきつかったんじゃないかなとは思うんですが、よく頑張ってるんじゃないかなと思います。ここはもうほとんど集団走するのが基地ですね。集団形成をしているだから面では彼らは、まあ、楽に走っているんだろうと思うんですけど、ただですね、この後ちょっとあんまりこう良くない反応がありまして、もうちょっとしたら分かるんですけどね、あ、もうちょっと2キロですね。呼吸もね全然荒れてないですね。あ、2キロ来ましたね。はい、2キロ今通過しました。2キロがですね6分26秒、1キロのラップも、3分14秒ですね。だいたい想定した通りですね。で、ほら見たら分かるんですけど、前の子がですね後ろばっかり見るんですね。で、まあ、この段階で彼も余裕があったのかもしれないんですけど、後続 の一緒に走ったメンバーがですね、あ、僕も後ろ見ましたね。でも彼がなんかこうやたらと後ろ見るもんだから何が起きたんだろうと思って後ろを見てたんですが、要はですね、おそらく集団走するつもりで走ってたのかどうか分からないですけど、集団形成がばらけてしまって、なんかみんなついてこないけどどうしたのみたいな感じだったんだと思われます。で、結局ですね、ここの前に出てた彼 と、この2人がですね、まあ、先行して、なんとかこうグループを引っ張るような形になっていくわけなんですが、まあね、あと、ちょっとこういうのもなんなんですけど、やっぱりですね、箱根駅伝で目指すランナーなわけですよね。なので、箱根駅伝目指す以上は基本的には一人で走れというわけですよ。風が強くてもね、集団がなくてもね、結局箱根駅伝って一人で走らないといけないわけで、後ろ向いて人のこと気にしてる場合じゃないんですね。なので、ここはですね、あんまり後ろ向いて笑ってる場合じゃなくてですね、ちゃんと前を見据えてですね走ってほしかったなと思ってます。で、このムービー前半はですね3キロで止まってるんですが、彼とはですね5キロ6キロぐらい、まあ、今マグニを走ってくれてる子がですね、結局その前の2人にも追いついて、5キロの段階でですね、6キロの段階で、まあ、彼と僕で2人で、走るような形になったんですね。で、5キロの通過自体はだいたい16分、1桁ぐらいで通過したと記憶してます。そのぐらいのタイムで通過したんですけど、彼はですね結構もういっぱいいっぱいになってしまっていて、給水を取り損ねたんですね。今それを渡してあげたんですが、その時点ですね結構もういっぱいいっぱいだったので、あ、これもちょっと一緒に走るのは難しいかもしれないなということで、大体 6-7 キロぐらいの付近で、彼をですね、引き離して前を追うことにしたわけなんですね。
まもなく3キロですね。この彼がまあ頑張ってくれてですね、前の2人に追いつきつつありますね。もうちょっとしたらおそらく追いつくところになってくるんじゃないかなと思います。まあ、風が強いんでね、もうできるだけ早く集団形成して、できるだけ早い段階でこう集団で走るように心を得た方がいいですよね。ただですね、この全体的にこの彼らは集団で走っちゃうとですね、ペースが落ちちゃうんですね。前に出ようか一瞬悩んだんですけど、まあ、ちょっとやっぱり後半まだね、坂が控えていたので自重することにして一切前に出ませんでした僕は。で、もうちょっと合流しそうですね。はい、合流しましたね。で、ここでもう一度集団形成してですね、少し休みたいなというところなんですが、ペースがね、全然上がらないんですね。まあ、やっぱりこの段階でどうするかって言って、やっぱり引いてあげたいんですけど、あ、3キロ通過しましたね。9分41秒。3キロのラップは3分14秒ですね。あ、やっぱり先頭引っ張ってた、辛かったんですね。先頭交代しました。すぐでも後ろ落ちちゃいましたね。で、途中で飛び出して前に行ったこの子も、フォームがですね、やっぱりこう、あ、まあ、少しずつ疲れた感じのフォームになってきてですね、あ、シーンが変わってしまいましたね。今ですね、これは、さっき走ってた一緒に走ってた子を振り切って、7キロ6キロぐらいの向きですね、またですね、あの前を走ってた子を、見つけたので、彼をトライにかかってるわけですが、ここはですね、上りになっています。やはりですね、ちょっとこう辛いところですね。正直僕自身もここは正直そんなにいい走りができているとは思わないんですが、そんな僕でもこんなにあっさりと抜いてしまったもんですから、まあ、よっぽど疲れてたんでしょうね彼も。で、ここですね、ターンしてる奥を見たらですね、また登るわけなんですね。こうダラッと登ってるこの嫌な登りをですね、こう頑張って走るわけなんですね。で、ビデオでは見えにくいんですが、奥にですね、一人、ランナーを見つけたので、彼を追うことにしています。まもなくですね、8キロですね。まあ、5キロからここまでの、ラップがですね、まあ、非常に悪いんですね実は。10分50秒近くかかっている計算なんですけど、そんなに遅くなったのかと思ってちょっと目を疑ったんですけど、後でガーミンで見たらですね、距離表示あんまり確かに合ってたので、これは明らかに落ちたんでしょうね。風も確かに強かったし、上りも確かにそこそこあったんですけど、まあ上りが登れてなさすぎですね。まあちょっとラップが落としすぎてて僕もびっくりです。で、ここのですね、 T 字の、カーブが続くところがあるんですけど、ここもスピードラインが落ちる原因になりますね。で、左にここでターンして、次は右にターンするんですが、さっきまで歩道をずっと走って、ここもそうですけど歩道を走ってるわけなんですよ。なので歩道走るのかなと思ってここ走るわけですけど、違うと後ろから言われたので、左に入ってですね、こうやってオンロードに入ったら、先行していた彼を抜いてしまいましたということですね。しばらく、その後ろにいる彼と一緒に、2人で走るわけなんですが、はい、ここですね、絶景ポイントの一つです。時期外れになってしまったそうですが、梅がやや散ってしまってですね、右手の方に梅が見えるのがお分かりいただけるかなと思います。そうです、山梨のこの時期はですね、梅が見どころになっています。梅をですね、眺めながら、マラソンを楽しむというのがポイントになっているわけですね。昨年、実施した時には、梅の時期がですね、1週間後だったそうで、梅が全然咲いていない中で走るということで、ちょっと残念だったという意見を、踏まえてですね、1週間逆に遅らせてみたら、次は早すぎた、次はですね、遅かったというパターンですね。はい、11キロ通過しました。38分03秒ですね。10キロの通過の時にちょっと目を疑ったんですけど、34分ちょっとかかってたんですね。5キロの通過が16分ちょっとで通過していたので正直驚きました。12キロ過ぎて、やっと下りに入るわけなんですね。で、ここの下りはなかなか快調に飛ばせましたよ。上りになった時にですね、もう本当に走れなくてちょっと苦労したんですけど、この段階では後方確認した時には差があったのか、まあ後ろはいないだろうと僕の中で確信していたので、もう半分ぐらいここの段階で優勝確定かなって僕の中では思ってたんですけど、まあここでね、まさかでしたね。あとでデッドヒートになってしまうとは思わなかったんですが、この段階では問題なかったです。はい、ラスト5キロですね。ここのですね、ラスト5キロ手前のところのこの、これ分かりにくいんですけど激坂です。あんまり辛くてですね、下を向きすぎてますねこれね。
もうこれちょっと半分歩きかけてもうちょっとまずかったです、ここのラップはえらい落ちました。で、ここのラスト5キロ手前のですね、この坂が最後の、難所となってます。で、ここの難所をですね、乗り越えていくと、最後下りのコースになって、下り勾配のコースになっていくので、もう一回そこで飛ばし直して、なんとか、リズムを上げてですね、行きたいわけなんですが、後ろからですね、こう、例えば目の前にあの、おじさんがいるんですけど、拍手して応援してくれたりするんですけどね、拍手の音が後ろからなぜか聞こえてくるんですよ。僕の中では結構差がついてるはずだったので、すぐ後ろから拍手の音が聞こえるわけなんですね。ということは詰められてるというわけです。だからこの拍手の音とかで、あ、後ろいるんだなっていうのを把握するわけですね。露骨に後ろ向けないわけですよ。あんまり隙を作りたくなかったんですね。でただ不安ですね。もうで、おそらくですけど、後ろ追ってきてるのおそらくディフェンディングチャンピオンの、前年度優勝者の、方だった方じゃないかと思ってました。コースもね熟知しているので、どこでどうスパートするかも全て把握済みなんですね。はい、ラスト5キロ入りました。55分39秒、もう後半のラップグダグダですね。もう上りはもう全然走れていません、このカーブ下っていきます。で、ここからですね、道路がやや細くなって下りを走る時のライン取りがですねちょっと難しくなっていきます。下りの勾配もなかなかきついので、カーブがですねなかなかスピードを乗らせるのが技術がいるポイントでもなってきます。ここでのですね、下りはですねうまく乗せていたんで、ペースは、上りの時の出力から考えるとしっかりと、戻しかけてはいるんですが、ただですねやっぱり拍手の音がどんどん近くなってくるもんですから、追われてるっていう自覚はすごくありました。すぐ近くにいるんですね。で、カーブになるたんびにちょっと後ろをこう覗き出すのがこのぐらいのタイミングですね。まあね、コースとしては正直ここからは単調なコースにはなってくるんですが、下りをずっと走って、こういったね、のどかなですね、で、ぶどう園とか、まあ、そういった民家の間をですね、くぐり抜けて、この青空のもと走ってるわけですね。走ってる分にはですね、すごく、爽快感があるんですよ。見ての通りで青空ですしね、さっきのあの、下りのところとかは、おそらくですけど、梅の花の、梅の木があるんでしょうね。あそこだ多分ね満開だったら最高に綺麗なんでしょうね。で、なのでそのまあまあやっぱり時期にね、合わせてこのレース走れた方がやっぱりすごく素敵なマラソン大会になるんじゃないかなと正直思うんですよね。下りでこの段階では結構上りで使ったエネルギーもですねだいぶ回復してですね、下りでしっかり乗せて回復しつつタイムを伸ばしているような状況にあるんですけど、ポイントポイントで平坦が入ってくるときにやっぱ走れなくなってきてるんですね。足が動かないんです。だから結局下りのやっぱりこう出力に身を任せてですね走ってる感がある。あ、給水取りましたね。で、正直ですけど、まあ、給水は気休め程度に取っていて別に取らなくても全然問題なかったんですが、皆さんはね取ってください。結構ですね暑くて乾燥していましたよ。ということで、ご注意ください。はい、そうですね、ここもやっぱり下りを走るにしてはちょっとこうライン取りが難しい、コースがちょっと狭い場所ですね。間違ってね溝に落ちないでくださいね。あ、すいませんでした。はい、ここですよ。ここで後ろの距離が近いことを直に認識するわけです。ここ抜けたところでですね応援してくださる方々がいらっしゃったと思うんですけど、ここじゃないかな。あ、ここですね。やっぱりねこの奥になんかいらっしゃるじゃないですか。で、この4キロラスト4キロ通過したところで、拍手の音がちょっと大きかったんですね。え、近いと思って後ろちょっとパッと見たりするんですけど、カーブの勢いに合わせてですね後ろいるんですね。で、もうこの段階でほぼ追いつかれてます。で、もうここからほぼ接戦状態になって真後ろに疲れて、溜められてる感じです。で、戦略的に言うとですね正直後ろ疲れるのは痛いです。本当はここでもう一回突き放しにかかる戦略が本当は取れるとよかったんですが、もう正直そんな体力なかったのでもう追いつかれてもそれで精一杯でした。
さね、本当もうこういった畑のね間をダーッと走っていくわけなんですけど、なんでしょうね、まあちょっと実はですね、国内のレース自体がそもそも久しぶりだったのもあって、なんかこの明るい環境下でこうガチでマラソン走ってるってなんかねちょっと僕の中で新鮮だったんですよ。皆さんからするとね、こう、まあ、なんていうの、都市型のマラソン大会でも何でもないから、ある意味ね、なんかちょっと面白くないなとか、なんかこうでのどかな田園風景続いてなんかのんびりしたレースでしたって思うかもしれないですけどね、もう最高ですよ、ある意味ね、明るいだけでで明るいだけで最高なわけですよ。それで、かつですね、何かっていうとコースは間違わない、これがやっぱりね、国内のマラソンのいいとこです。はい、ここのカーブで後ろ後方確認をややしてます。はい、見ましたね、後ろ後方確認ですね。もうすぐ後ろにいます。この時に大体3秒から5秒も差がなかったと思います。一気に追いつかれてしまいました。ここで一気になんとか逃げ切りたいっていう気持ちが強かったので、なんとかここからスパートし直すわけですけど、あいなく捕まってしまいます。ラップもね、どんどん落ちてるわけなんですよ。特にここ今平坦になってるところなんですけど、下りの勢いで走ってたから平坦になるとガガンペースが落ちるわけなんですね。もう全然ラップがもう定まらないわけです。後ろにいた彼はやっぱり下りの段階では多いで結構勢いがあったから追いつかないかもしれないとちょっと思ったらしいんですね、後で話を聞いたら。だからこの平坦で速度が落ちた僕なんかもういいかもですね。もう後ろにくっついてあと溜めるだけですね。ポイントを押さえてしっかりとスパートかければもう簡単に任せれる状態になってます。あとは相手の呼吸使いとタイミングを測りながらですね、スパートするポイントを探るだけです。で彼も多分そこそこ疲れてたはずなんで、仕掛けるポイントはおそらくラスト1キロだろうと僕も読んでいたんですが、まあこの後ですね、まあちょっと悲惨な結果になってしまいます。いやー、でもこうしてみるとですね、平坦をやっぱりこう突破する、あ、さっき1位の人見えましたね、もうこう平坦をこう疲れた中でこう突破していく体の強さとかハートの強さが、ね、弱すぎですね。とにかくね、もう反省しかないんです正直。で、こういうやっぱり苦しい中で頑張るっていう気持ちはレースの中ではしっかり出せてたと思います。はい、18キロ通過ですね。62分21秒。ここのまたですね、1キロラップ3分30秒もうこの平坦で全然タイムが伸びてないのがもうお分かりのようにですよね。もうこれは苦しいです。ですね、もうこの平坦でどうやって前に進めるか突破するかっていうのは結構重要なポイントになってくるんですけど、全然足が出ないんですね。まあ確かにちょっとこうやや風もあるのは事実だし、こうやって後ろよりじゃなくて前にこう炙り出されてですね、もう引けない状況で前を引っ張ってるわけですから、まあ、いいように使われてるだけなんですけどね、実質的にね嫌なんですよ、簡単に後ろ行くの戦略的には後ろに行くべきなんです。ここはちょっとでも溜めるべきなんです。でも多分後ろに行っても並走したんじゃないかなと思います。この段階では並走じゃダメなんですね。勝とうと思ったら後ろに一回行かないとダメですね、この段階では。いやいや、優勝したかったですね。はい、ここでもう一度やや下りですね。ここでもう一度スピードを乗せ直して、前に、なんとか出れないかなってちょっと思ったんですが、ものの見事に引っ張らされてるだけという感じですね。このラインではペースがそこそこ上げれたんですけど、まあ相手をですね揺さぶるに至るようなスピードは出せませんでした。もうこれは決定的に、ここで離せなかったらもう決定的ですね正直。まあ正直後ろでこう走ってる彼の呼吸使いを聞いてても僕より明らかにゆとりがあるんですね。出るタイミングもしっかり測れるほど余裕があったんじゃないかなと正直思いますよ。ね、都市型のマラソン大会に慣れてしまってる方ってこう応援が当たり前だと思ってる方結構多くないですか。
いろんなマラソン大会に出て思うんですけど、こうしてね、僕たちの頑張ってることにこうやってね応援してくれてるってほっと素敵ですよ。海外のマラソン大会行ったりとか、特にアジアのレースとか行ったら分かるんですけど、まあね、応援してくれる人ってそんなにいないんですよ。で、まあ朝早いのもあるし、根本的にね、っていうのも事情としてはあるんですが、それにしてもですね、まあランナーが少ない、ランナーじゃないか、応援する人がですね、少ないわけですよ。まあね、残念なところなんですよ。でもね、こうやってポツポツでも、やっぱりランナーのことを思ってですね、応援してくれてる人や、あとボランティア。でこれ多分この大会でも参加者数のまあそうですね、10分の1ぐらいのボランティアは絶対いるんじゃないかなとは思うんですよ。だから300人ぐらいはですね、なんだかんだこう何かにこうお手伝いされてて、こうイベントを盛り上げるために尽力なさってる方が多いと思うんですね。で僕レースの後に必ずレースするようにしてるんですけど、これ大事なんですよ。で結局ですね、あもうごめんなさい、19キロですね、65分41秒ですね、あと2キロ、3分20秒ですね。下りで3分20秒は苦しいですね。タイムが全然稼げてません。この段階ではちょっともう戦略的に勝てる要素がちょっとなくなってきてます。苦しい展開になってきました。接戦を制するにはやっぱりですね、ちょっと力が足りないですね。ただですね、言い訳してもしょうがないから、なんとか勝てるように走ってるわけですよ。でここから平坦に切り替わった時にさすが苦しかったです。だから隣にね、もうすぐ隣です。カメラには見えないかもしれないですけど、すぐ隣に来ました。だからここの段階ではほぼ並走状態です。で並走しているんですけど、ここで意地になってですね、なんか前に出てったんですね。出なかったらよかったですよね、よく考えたらほらさっきね、応援してくれてる人いたじゃないですか。ああいう人大事。しっかりね、皆さんもああいう人がいたらやっぱちょっとね、答えてあげるようにしてください。こうやってやっぱり当たり前と思わないで、応援してくれてる人や支えてくれてる人たちにありがとうとかね、声かけるほどね余裕がなかったら、またせめてね、こう手を少しこう上げるだけでもいいんですよ。ありがあのあよかったな、応援してよかったなって思うわけですよ。で大人たちならまだしもね、まあその子供たちなんてやっぱり下手したらいやいや出てるかもしれないです。でそんな子たちがね、僕たちのために給水をね用意してくれて、一生懸命渡してくれてるわけですよ。いい顔してね、ありがとうと皆さん言ってあげてくださいね。僕はですね、余裕があればやるようにしてます。で今回ですね、ぶっちぎりバッとくるようになります。はい、これ、まだですね、先頭、まだ1位ですね。ただですね、もうほぼ後ろで溜められてますね。もうね、ラスト1キロ待つわけですよ苦しいですね、ここから。さあ、間もなくですね、もうゴールラインをなんとなく意識できる距離感になってきましたね。準備していきたいところなんですけど、もうこれこうなったらですね、差し返された瞬間についていけるかどうかがポイントになってくるわけですよ。ついていけなかったらもう終わりです。さあ彼が、後ろにいる彼がですね、どれほどのスパートを出してくるかによりますね。僕がもし後ろについていれて、彼相手がですね前をずっと走ってくれるんだったら、まあ変な話、もう後ろについてここで仕掛けます。あ、まだ2キロか。そうですね、まだ2キロですね。そうなんですよ、ラスト1キロで、なった瞬間にまず全力でスパートします。なんでそうするかっていうと、中途半端なスピードでスパートしたらもうそこで途中で引き離せずに止まってしまうと結局ですね、相手を元気づけてしまうだけなんですね。そしたら中途半端なスパートで追いつける距離でスパートされたらですね、もうあとはもうもう一回前突き直して休んでラストスパートで差し直すだけですね。ほらもうさっきちょっと見えましたけど、もう隣のね、後ろにいた選手がもうほぼ前に来ました。ほらほら、来たスパート、ここで一気に彼のピッチバッて変わるんですね。でピッチが一気にここで変わりました。でスパートの対戦が入りましたね。ストライドで持っていくフォームじゃなくて、ピッチでどんどん前に持っていくパターンです。
力強いんですよ。もう全然対応できなかったです。ここもう意地でもここついていけばよかったんですけどね、バカですね。ここの最初のここの 100m までがですね勝負どころなんですけど、ここで 2,3 秒ついたのが痛かったです。本当にもう苦しかったんですけど、情けないです。ここは一気に離されてましたね。あー、こう見てても絶望的ですね、本当に。レース戦略としてはですね、これスパートに入った段階でやっぱり後ろにいる選手が絶対前に出るって、やっぱりタイミングを見て反応できるようにやっぱり心を準備しておかないとダメです。これはもう悪い例です。完全に全く対応してないですね。苦しいのは分かるんですけど、ここで出さなかったらいつ出すんだって話なんですよ。これぐらい距離入っちゃうともうとてもじゃないけど勝てる要素ゼロです。勝負ありですね、正直に。力負けねするにしても、このスパート合戦はないですよね、はっきり言うと。情けないですね。何のためにこういうシーンを想定してですね、ラスト1キロ頑張るように練習してたのかっていう話ですよ。結構意識してたつもりなんですけどね、もう言葉がないです。見えなくなりましたね。何秒差ついてるんでしょうね、これ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11秒ぐらいついちゃいました。もう情けないの一言です。まあ、なんでしょうね、こうスパートに持っていくまでの展開が良くなかったのは事実なんですけど、こんなにあっさり言われるとね、今までの20キロ何だったんだって話ですよね。そればっかりだな。早速反省するようですけど、このレース全体見てですね、やっぱり一番のポイントだったのは、やっぱり上りをね、特に登る力がなさすぎた。で、やっぱり平坦を押し切っていく能力もやっぱりちょっと弱かったし、まあ、全体的に言うとですね、走り込みが足りないんですね。でクロスカントリーする力がやっぱり弱くて、登ったり下ったりする時の起伏の変化に対して体が対応、長く対応する力がなさすぎました。登りを登ればペースが落ち、下りを下りは悪くはなかったんですが、平坦になった時のスピードの低迷、リズムが上がらない、などですね、まあ、ちょっと良くなかったですね。コースは正直難所だとは思います。そんなに簡単なコースではなかったのは事実なんですが、前半のですね、上り勾配の、ポイントをですね、力強く、攻略していくだけの、体作り、足作りがやっぱりできていなかった。だからこのスパートの段階で余裕を持っていけなかったので、こうしてこうえらい差をつけられてしまうわけですが、このレースというのは難しいですね。はい、ラストスパートですね。ここで、前走ってるのはあれは10キロの選手なんで、ハーフの選手ではございません。さあ、ゴールですね。中学校入ってきました。ちょっと ここからとですね、音声を元に戻してます。はい、今どうしました。くそ。心の声が出てきましたね。ありがとうございました。ガチンがなくなってきました。次に先ハングゼロワの親子ファミリーの分を。いやー、勝てると踏んでここまで来た展開だったので、まあ悔しいですね、正直ね。ゆうちろうさん親子、ありがとうございました。ありがとうございました。73分、30日か、弱すぎですね。今日は視聴していただいてありがとうございます。ローランニングローライフ、タナでした。またよろしくお願いします。チャンネル登録はこちらです。